それは芸能界でまあ噂になっているまあ半分都市伝説のようなお話だと思って聞いてください。ある有名なタレントさん、テレビなどでよくまあ出演されていて、名前を聞けばきっと知らない人の方が少ないだろう有名なタレントさん、その方はですね、まあものすごく人徳があり、みんなから好かれていて、もちろんお仕事もできて、すっごく人から愛される人なんですが、一つ疑問点があるらしいんです、周りから見ていて。それは何かというと、マネージャーが変わる頻度が恐ろしく早いらしいんです。コロ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 、普通だったらありえないぐらいのスピードでマネージャーがどん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 変わっていく。なんでなんだろうって周りは疑問に思っていたらしいんですね。周囲から見てるとこの人全然問題がないように感じる。実際にその人に、なんでこんなしょっちゅうマネージャーさん変わるんですかって思い切って聞いた方がいらしたんです。すると、まあその方は、いや、わかんないんだけど、みんな辞めていっちゃうんだよね。そう答えたそうなんです。え、何が嫌だとか、実はこっそり不満があるとか、何にも言わないんだ。こっそり辞めていっちゃうんだよね。そういうふうに言ったらしいんです。同じ事務所に所属していた別のタレントさんが疑問に思い会社に聞いたそうなんです。なんであの方のマネージャーさんってコロ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 変わるんですかね。そうすると会社の上の方の人がこっそりと言ったそうです。実はマネージャーになったやつだけ見えちゃうもんがあるらしいんだよ。はい？いや、普段はなんてことないんだけど、まあそのタレントさんがあんまり好みじゃないかな、もしくはあんまりやりたいと思わないかな、そういう仕事をマネージャーが一旦持ってこようと思った時だけ、マネージャーにだけそのタレントさんの後ろには何かが見えるらしいんだ。人の形をしているけど人とは思えない、こちらを睨みつけてきて近寄るなよっていう目線で見られる。その夜必ず夢で羽交い締めにされるような苦しい悪夢を見る。だからそれがきっかけで辞めていっちゃう人が多いんだ。まあマネージャーも悪気があって仕事を持ってくるわけじゃないから、そういうところでいち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 こんなしんどい目に遭いたくないと思うみたいで、みんな変わっちゃうんだよな。だからあのタレントさんのことが嫌いとか恨んでるだけじゃないんだよ。そう言われたそうなんです。いたずらかなと思ったんですが、よくよくいろんな人に話を伺ったところ、よくその会社のことを知っている人3人中3人が同じように答えたそうなんです。もしかするとその後ろの方は守り神、いやすごく大切に思っていた親戚や親族の方なのかもしれないのですが、周りからしたら恐怖の権限になってしまっているのかもしれない。いつかそのタレントさんを見る日が僕も来るのかもしれません。